時に市長は噛み合った答弁がない、また核心に迫る質問につきましては押し黙ってしまって時間だけが経過していくということで、振り返ってみると1時間半ほどその時間があったというふうに思います。その中であまりにも噛み合わないので、私は質問書という形で市長に提出しますから文章で答えてくださいということで、言ったんですけれども、11月30日の午後ですね、斉藤団長から秘書課長を通して市長に質問書を手渡したい旨の話をさせていただきました。ほら市長は受け取らないということだったんですよね。でその中で今回いろいろと受け取った受け取ってないっていうような誤解が生まれたものですから、議会も5時間以上にわたって、空転するということになったんですね。そのことを踏まえて、再開するにあたって、市長が、本会議場で読んだ A4 1枚の文書あるんですけれども、なぜこの A4 の1枚の文書を作るのに5時間以上もかかってしまったのか、まず教えていただけますか。まず1点ですね、事実経過の部分を私の方と、総務部で、整理をいたしまして、その部分で、私の方からその内容において、説明をし、それで、整理をさせていただいたという形で、時間がかかってしまったという形でございます。もう全く事実と違うことをこの中で書いてですね、それを根拠に受け取らなかったか理由のようにしてるんですよ。それを市長も良しとして本会議場で市長自身が読み上げてるっていうことが私は問題だと思うんですよね。これ事実と違うじゃないですか。だってね、課長、これ事実と違うことを書いてるわけですよ。それを理由に受け取った受け取らないっていう理由にしてるんですよ。これ大変問題だと思うんですけれども、どうですか。秘書課長、はい、ご指摘の部分、正確さを欠いていたという部分に関しては、正確さを欠いた表現であったという認識はございます。今後において、こういう誤解のないような形をしていきたいというふうに思ってございます。何らかの形で、正すとすれば、先ほど申しましたように本会議場でということになろうかと思います。それで、この場でもって今すぐどうのこうのするというよりはですね、本会議までの間にですね、また機会と相談をさせていただきながら、措置を考えたいというふうに